こんにちは夢中ピアノタマナです今日はフォルテとかアクセントテヌートそういった表記についてちょっと考えようと思いますフォルテとかピアノ強弱記号これはバロックの時代にちらほら出始めたそうなんですただその頃は一般的な今のフォルテやピアノの表記ではなくて作曲家それぞれが 自分のこうニュアンスを伝えるために使っていたそうなんです今からお見せするシンフォニア、えー、ヨハン・セバスチャン・バッハのシンフォニアの楽譜を見ていただくと部ン原点版と編例版の表記はピアノとかフォルテありませんこれを作った時にバッハはフォルテやピアノは書き込んでいないということです で皆さんよく使われている全音版これにはフォルテやピアノが書いてありますこれは、えー、出版社があの音楽的な検知に基づいて解釈でついていますなのでもしも真逆の解釈をしているとしたらそこだけフォルテになったらおかしいぞなんていうこともあり得るのでこれは一度考えるといいかもしれませんフォルテという表記は 音楽時点で弾くと「強い」とか「大きい」「激しい」っていうようなこともあると含まれているとは思うんですけれどもこれ特にロマンハン以降にはちょっっとニュアンスが変わってきます特にショパンはフォルテイコール「激しい」とかそういうことではなくフォルテ「温かい」とかえ太陽のこうエネルギーが 恋多いとか喜びが多い強いとかそういう、あのー、乱暴な強さではなく豊かななな量がが多いといいいとうううよよう使い方をしているような気がしてる気ますそれでちょっと思うのはワルツの3番これは、えー、と中間部分ですけれどもソステヌートソステヌートというのは十分に音を保って という意味ですね。で、十分に音を保って滑らかに弾くところで激しいとはちょっと相反すると思うんです。でここにはソステヌートというのがついていてさらにフォルテがついています。でどういうことかというと私は思うにこれは、えー、喜びが強い半端なく嬉しいそういう幸せ。 そんなイメージじゃないのかなと思っています。 のののあの遺作の路長々これの冒頭これもえ有名な曲なので発表会やえとコンクールなんかで弾いてくれる方多いんですけれども最初のところとてもとても激しく勇ましく弾いてくれる方がいるんですが今から戦いいに行くぞみたいなでもこれは決してそうではなくもうちょっとえ温かい気持ちこちらも喜びに満ちている 冒頭の始まりなのではないかと思いますそれから、えー、シャブリエこの人の表記ちょっと楽譜の中でユニークだなって思うことがあるんですけれどもれ右手にフォルテピアノついていて 左手の方明らかに旋律ではなくてハーモニー伴奏の部分にもフォルテやピアノがよくいいています左手の伴奏部分をすごく強く弾けという意味ではなくある程度主張して。 こちらもあの超脇役にはならないでくれよっていうイメージじゃないかなと思いますだからヘ音記号の部分にフォルテがついているからといって左手を明らかにバランスが悪い形で大きく弾くっていうのはちょっと違うと思いますうんスフォルツアンドとかフォルツアンドこれはその音にアクセントをつけてとか強調してとかいう意味ですね それとリンフォルツアンドこれはその音に元気を与えてみたいなそんなイメージだと思うんですけれどもえだからといってその音だけいきなりビョンと大きくなるのは考え物だと思います特に全体がピアノやメゾピアノだったりするところにそこだけえいきなりビョンと大きくなるっていうことはありえませんでもしかするとこのフォルツアンドやスフォルツアンド こちらも強調するというよりはこの音にこだわって弾いてねとかこの音はこのフレーズの中で一番大事なキーになる柱になる音なんだよっていうような意味合いもあると思うのでそこも考えてみるべきだなと思いますよく出てくるアクセントそれからテヌートこちらはえっとリズミックな曲だったりすると裏拍表白シンコペーションになっていたり そういうい場合はアクセントその音をパンって強く弾けばいいと思うんですけれどもそうではなくこちらも「強調して」とか「この音に重きを置いて」とかそんな意味合いもあったりするので要注意です。えー、勉強熱心でしっかり楽譜も見てとても真面目な人そういう人 かわいそうなことに、このニュアンスの違うフォルテやアクセントやテヌーとそういったことに戸惑うという人が結構います。頭を抱えてしまう方、ぜひこの動画を見たならば、何かのご縁ですね。一度どういう意味合いなのか考え直してみてください。